ラースローベルニは、ルーマニアの元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィルダー。ハンガリー系ルーマニア人。ルーマニア語風に、ラディスラウベルニと表記する場合もある。キミカ・トゥルナベニでサッカーを始め、17歳の時に、エース・エ・トゥルグムレシュに加入した。1971年8月に、ディビジア A でデビューをして以来、チームを、 ルーマニア国内で上位に押し上げる原動力となり、1977年と1983年には年間最優秀選手賞に選ばれた。また、サッカー選手としての活動と並行して大学に通い、司会士の免許を取得して卒業した。1984年、FC ステアウアブカレストへ移籍すると国内では3度のリビジア A 優勝、2度のクパロムニエに、 貢献国際舞台では1986年に UEFA チャンピオンズカップ優勝を果たした。1987年からは国外に活躍の場を求め、ベルギーのラシンジェワーブルフランスの US、クレテイユリシタノや US オルレアンでプレーをした後に現役を引退した。ルーマニア代表としては1975年9月24日に行われた。 バルカンカップのギリシャ代表戦でデビュー。1984年にフランスで開催された UEFA 欧州選手権1984の代表メンバーに選出され3試合に出場した。その後、1988年6月1日に行われたオランダ代表との国際親善試合を最後に代表から退くまで国際 A マッチ102試合に出場し23得点を 上げた。現役引退後は、サッカー指導者に転じると、1994年から2000年にかけて、フランスのエースナンシーで監督を務め、1997から98シーズンには、ディビジョンで優勝に導いた。2000年からは、ルーマニア代表の監督を務めた。2001年からは、ポルトガルのスポルティング CP に監督を務め、 デビュー当時のクリスティアーノ・ロナドラを指導し、2001例に、シーズンには、プリメーラリーガに導いた。2003年からはフランスに戻り、スタット・レンヌや AS、モナコで監督を務めた。2008年より指揮したスタンダール・リエージュでは、ジュピラープロリーグ優勝に導き、2009年には、年間最優秀監督賞を受賞した。翌2009から10シーズンの UEFA、 チャンピオンズリーグではグループリーグ3位となり UEFA ヨーロッパリーグに回ることになったが国内リーグでは不審が続き2010年2月10日に監督を辞任したその後は西アジアのクラブやギリシャのパッチテッサロ2期の監督を務め選手時代のベレニシッテン FC ステアウアブカレスト AS ナンシースポルティング CP アルジャジーラクラブスタンダールリエージュ ありがとうございます。